皆さん、こんにちは。好きな人とキスをする瞬間ってとても幸せですよね。人の気持ちってとても複雑ですが、本能ってとても素直なものだと思います。だから頭の中で相手への行為を自覚する前に本能的にキスをしたいと感じていることもあると思うんです。そう考えると、キスをしたいと感じた人のことはいつの間にか好きになっていると言っても間違っていない気がしますよね。キスという行為は好きな気持ちを表現するものであり、ドキドキを感じるもの、そして同時に安心を実感するものなのだと思います。女という生き物は妄想が大好きですので、恋をすると必ず好きな人とのキスを想像するんですよ。しかもいろいろなシチュエーションややり方を想像するんですよね。さて今日は女性を虜にする上手なキスの仕方をご紹介していきます。このお話を通して皆さんには女性の理想のキスをぜひお勉強していただければと思います。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 両手を頬に添えてほしい。大好きな女性の顔を目の前にしたら、その可愛さに男性もメロメロになってしまうのでしょうね。そのすべてを自分のものにしたくなってつい手を伸ばしてしまうかもしれません。でもそれは正解なんですよ。女性はキスの時に頬に手を添えてほしいんです。よく耳にする顎食いであれば、その名前の通り顎をクイッとするのですが、やり慣れていない人は結構ぎこちなくなると思うので、あまりおすすめしません。顎よりもほっぺを両手で包んで自分の方に自然に引き寄せるようにすると、男性がリードしてくれているように感じるので、女性はクラッとしちゃいます。男性の手のぬくもりも感じられて、女性もドキドキが高まりますよ。でも手汗が気になるよとか、女性のメイクが気になるという人は次の方法がおすすめ。 2. 頭や首に手を添えてもよし。頬に手を添えるのもいいのですが、頭や首も捨てがたいんですよね。後頭部に片手を添えたり、首の後ろに手を添えて自然に引き寄せるようにキスをします。女性って突然のキスとか不意のキスに憧れを持っているんですよ。とはいえ、無許可にキスをするのは嫌われてしまうリスクがあるのでダメですよ。あくまでも同意の上でですが、それでもちょっと強引なキスの雰囲気を作るために頭を支えて引き寄せるのがおすすめです。もちろんですが、引き寄せながら自分も近づくんですよ。キスをしながら手をどこに持ってったらいいかわからないよという人もいると思うので、ぜひ参考にしてください。手は肩よりも頬や頭、もしくは首の後ろに手を回すのがスマートでかっこいいと思います。 3. 真剣モードになってほしい。皆さん、ふざけたままキスなんてしませんよね。誰もガハガハ笑いながらキスなんてしないと思うんですよ。やっぱりキスにはムードが大切。ドキドキワクワクする雰囲気を作るには、あなたが先に真剣モードになる必要があると思います。では真剣モードをどこでアピールするかというと、目なんですね。相手の女性をじっと見つめて黙ってみると、女性は何どうしたのと思ってドキドキしてしまうでしょう。もしくはお互いにキスの雰囲気になっている場合でも、相手を見つめることで女性の気持ちをぐっと引き寄せることができますね。もちろん見つめながら言葉でダイレクトにキスしてもいい？って言っちゃってもいいとは思います。でも無言で見つめてキスのムードを作れるならそれでもいいですよね。目と唇を交互に見る人も実際にいますよね。目を見つめて唇を見つめながら近づいて、また目を見てぴったりくっつくときに目を閉じる感じです。これが絶対正解というわけではないので、一つのやり方として参考にしてくださいね。 4. 思わぬハプニングがあっても一緒に笑えると嬉しい。雰囲気を作るのは大切なのですが、それができなかった時に冷めてしまうのは少し寂しいと思いますよね。例えばキスに慣れていなかったり、相手が緊張していたりすると、唇と唇が重なるまでにぎこちなさが生まれたりします。歯がぶつかるとか、顔の向きがしっくりこないとか、直前にニンニクが強い料理を食べてしまってあたふたしたりとか、人によっていろいろあると思います。そういうぎこちなさが生まれた時にもくすっと笑えるといいですよね。ぎこちなさのせいで冷めるのではなくて、ぎこちなさまでも楽しめると幸せ度がぐんとアップすると思います。相手が慣れていないのなら、あなたが穏やかな心で迎えてあげて、
そしてもしあなた自身が慣れていなくてぎこちなくなってしまったなら、それを笑顔で受け入れてくれる相手をぜひ見つけてほしいと思います。 5. 舌を入れればいいってもんじゃない。女性が必ず乱暴なキスに興奮すると思ったら大間違いなんです。むしろガサツで乱暴そうな男性がものすごく優しいとろけるキスをしてくれたら、最高のギャップにもなって女性は一気に虜になっちゃいます。もしこの逆でとても優しそうな男性が急にスイッチオンになってベロベロ必死に舐めてきたら、結構引いちゃったりするんですよ。もちろん好みは人それぞれだし、女性のキスの仕方もいろいろだと思いますから絶対ではありませんが、乱暴なキスより甘いキスを実践することをおすすめします。 6. ハムハムが好きな人は多い。韓国のドラマにハマっている女性が多いせいか、ハムハムするキスが大好きな女性は多いんですよね。ハムハムキスとは、相手の唇を自分の唇でハムッと挟む感じのキスなんです。まるで相手の唇を食べちゃおうとしているようなキスなんですよ。唇を閉じたまま重ねるキスでもいいのですが、このハムハムキスをされたら、きっと女性はあなたのことを上級者だと思うはずです。つまりキスが上手い人だと思うんですね。ハムハムキスをしたいと望む女性も多いので、ぜひ研究してみてくださいね。 7. たまには女性も上になりたい。男性との身長差の関係で、一般的には位置関係は男性が上、女性が下となることが多いと思います。でもたまには女性も上になりたいんですよね。例えば男性の膝の上に乗ってキスをすると、位置関係としては女性の顔の方が上になりますよね。このバランスが女性は意外と好きなんです。とても積極的な人なら、横になっている男性に突然覆いかぶさってキスをすることだってあります。いつも受け身ばかりじゃ嫌というのも女性の本音の一つだと思います。 8. 軽くチュッとするのも好き。女性は必ずしも濃厚なキスに興奮するわけではありません。1秒に満たない一瞬のキスでも女性は間違いなくドキドキさせられるのです。海外の方は挨拶代わりにキスをしますよね。いってらっしゃいのキスだったり、お帰りのキス、お休みのキスなどなど、キスというよりもチューといった方が正解でしょうか。女性が拒否しないのなら、こういった挨拶代わりのキスもやってみてもいいと思います。それこそ定期的なキスがないと、女性の中ではキスがしたいという欲が日に日に強くなっていきます。だから久しぶりに会った途端にものすごくキスをしたくなったりもするんです。久しぶりに会った場合なら、周りに人がいなくなった瞬間に軽くキスしてあげるとか、あとはまた会えなくなる期間が長くなるのなら、別れ際にキスしてあげるのもいいと思います。キスは愛を伝えるものであり、優しさなんですよね。 9. 唇以外にもキスをする。キスは必ずしも唇にしないといけないわけではありません。でもだからといってわざとらしく手の甲にするとか、王子様気取りなことをするとちょっと惹かれたりもします。ちなみにあなたは相手の唇以外でどこにキスしてあげたいですか？私が好きなのは首です。男性が座っているところに後ろから抱きついて首筋にキスをします。みんなそれぞれ好きな場所が違うとは思いますが、必ずしもキスは唇だけにするものではないということを覚えておきましょう。ほっぺとかおでこは定番ですが、実際にやると意外と恥ずかしさだけが際立つ場合もあります。私のおすすめはバックハグからの首です。 10. キスをするだけでも満足。キスは必ず性行為につながるというものではありません。最初にもお話ししましたが、キスは好きな気持ちを表現するものであり、ドキドキを感じるもの、そして同時に安心を実感するものなんですよ。だからキスだけで終わっても全然普通だし、したい時にすればいいんです。ただ人目を気にせずするのは私はおすすめしません。周りの人たちはもしかすると見たくもないものを見せられていると感じているかも。二人だけの大切なキスですから、ぜひ人目のない場所で楽しんでくださいね。以上、女性を虜にする上手なキスの仕方についてご紹介しました。キスにまつわる10個のポイントを解説してきましたが、いかがでしたか？うまいも下手も関係なく、キスは好きな人とすると気持ちがいいものだと思います。女性は本当に好きな人が相手なら、その人がたとえキスに慣れていなかったとしても、
私でいっぱい練習してって思って接してくれると思いますよ。これからも楽しくて幸せなキスをしていきましょう。ちなみに、あなたが今までで最高に思い出に残っているキスはどんなキスでしょうか？何年経っても忘れられないキスした相手とかキスした場所ってきっとあると思うんですよね。ぜひ恥ずかしくなければコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。